楠本さん、あなたの方からこちらへ呼んでいただけるとは思ってませんでした。どういう風の吹き回しでしょう。いいお返事がいただけると思っていいのですか。もう終わりにしようと思います。何をです。保身のために秘密を隠すこと。ではどうされるおつもりですか。警察に自首します。あなた方がお疑いの通り、私はミツルの復讐のために河合信也を殺しました。5年前にカムロ町で河合が拉致されたあの日に、自分のこの手で。喜多方先生はその協力者です。もし自首をすれば、あなたはただの人殺しです。厚労省の立て直しで人気が高まっていた分、そこから突き落とされる衝撃は大きいでしょう。自首は考え直した方がいい。私どもが秘密を守って差し上げますよ。その代わり、あなた方の仲間になれと、そういうことでしょう。官僚が組織にいる以上、しがらみに生きるのは避けられません。みんな国のために自分こそが正しいと信じる意見をぶつけ合い、無難な落としどころを探って初めてことが進むんです。それなのにあなたはもう十分多くの正義を果たせたじゃありませんか。厚労省の腐敗を正し、天下りの排除も毅然とやってのけた。その成果は私も他の方々も尊重するとお約束します。しかし今、楠本玲子が人殺しだったとなれば、あなたの果たしてきた正義は全部水の泡になってしまう。むしろ揺り戻して前よりも腐敗する結果になるかもしれません。あなたもそれは望まないはずです。誰にだって秘密はあります。私どもに任せていただければ、必ず最後まで守り抜きますよ。すべて闇に葬るんです。そこが問題なんですよ。沢さんはミツルのお見舞いに来続けてくれた同級生でした。もう来なくていいと拒絶したのは私の方。彼女だけはあの高校でミツルの味方でいてくれたのに。私がこの手で復讐を果たしたから、そこへ引き寄せられた闇に彼女が飲み込まれてしまった。なのにそのことをみんながなかったことにしようとしている。13年前、ミツルを追い詰めた同級生たちのように、何と言われても私は自首します。もっと早くそうしていれば沢さんは死なずに済んだ。思った以上にあなたは青臭い人だったんですね。あなた方は私を失脚させたことでよしとすればいいでしょう。当初の目的はそれだけだったはずです。でも私は操り、年金160兆に手を出そうとしたのは欲の書きすぎでしたね。私が自首する以上、それはもはや不可能に近い話です。あなたの飼い主たちにそうお伝えなさい。私としてはかけた労力に対して見合わない成果になったわけですね。が捨て身になった人間にもう駆け引きは通じませんな。お母さん、ここどこ。ミツル、なーに。ミツル、ミツル。やあ、これは八神氏。ああ、
つくも一人か。杉浦は？桑名さんを探そうと聞き込みに出てます。ただハンピン・リューマンのところから姿を消して以来、桑名さんがどこにいるかまるでつかめないのです。偉人町にいるかすら定かではありません。そうかい、珍しく冴えねえな。急いで来ることもなかったか。鉄道から何か連絡は？いえ、お二人のいない間偉人町は膠着状態です。相馬は偉人町から RK に指示を出してるらしいんだけど。ええ、でも偉人町のどこにいるかまではつかめてません。なるほど、だから膠着状態か。もしもし。よう、またこっちに戻ってきたみたいだな、八神。あんた桑名か。迎えをやるから会いに来いよ。やっぱりまだ偉人町にいたんだな。ああ、ただお互い RK やら公安に面が割れてる身だ。まずは誰にもつけられないよう身ぎれいにしろ。監視の目を振り払うんだ。どうやって？そりゃそっちで考えてくれよ、探偵さん。支度ができたら沢君のマンション前に来い。沢先生の？ああ、じゃあな。よ、兄弟。なんかやけに静かだね。 RK の襲撃があったんだって？若いもんが二人骨までやられて病院送りにされたよ。いつの間にか俺らより RK のが数増やしてやがる。ここは偉人町だったのに、外へ一歩出りゃもうアウェーだ。連中の狙いはやっぱり桑名だった？間違いねえだろ。桑名はうまく脱出したみてえだが、連絡が取れなくなってる。あいつからはさっき連絡があったよ。これから会いに行く。本当か？ああ、でもこのまま行ったら俺が桑名のところに RK を案内することになる。まずは一度敵の目を振り切らないとね。なるほど、だからここに来たのか。てっきり襲撃の被害を心配しに来てくれたんだと思ってた。それもあるけどさ、手貸してくれ。ここは悪名高いギャングの縄張りだろ。秘密の抜け道とかない？ああ、そこを抜ければ一旦 RK の目を出し抜けると思ったんだけど。そんな都合のいい抜け道なんてないわけないよね。そうだな、あるぜ。悪名高いギャングの縄張りだからな。わかったよ、ついてこい。助かる。え、下水道が秘密の抜け道？ちゃんと抜け道用に作ってある。全然匂わねえだろ。ああ、確かに。中に降りて先行ったら福徳公園に出られる。この抜け道は俺らにとっちゃ万が一のとっておきだ。誰にも言うんじゃないぞ。ああ、感謝するよ。よし、じゃあここ入る前に変装しとくか。そうすれば抜け道出た時完璧に RK の目を振り切れる。なるほど、それいい考えだ。いいじゃないか、さすがに慣れたもんだ。どうも。変装にはちょっと自信があるんでね。よし、準備はいいな。抜け道の中は一本道だが、ちょっとくれ。なんだったら俺もついてってやる。
いや、一人で大丈夫だよ。桑名もここを襲撃に巻き込んじゃって、あんたに合わす顔ないだろうし。もしそうなら全然気にしてねえって伝えといてくれ。俺がムカついてるのは RK の連中だけだ。絶対偉人町から追い出してやる。わかった。じゃあ、ありがとな。いい変装ですね、八神さん。赤池君か。ほんと桑名の言うことは何でも聞くんだな。乗ってください。先生のところにお連れします。あんただけか？他の同級生たちは？俺一人です。今日は人手がいらないみたいなんで。へえ。この船って博物館になってるやつだよね。ええ。でもこんな時間には誰もいません。先生も長居する気はないそうです。桑名は俺と会ったらまたすぐどっか逃げる気なのか？それは俺じゃなくて先生に直接聞いてください。よう、悪かったな、わざわざ来てもらって。こっちはお尋ね者なもんだよ。その割には目につくとこにいるもんだな。ここは追手に数で囲まれても逃げ道がいっぱいある。いざって時、周りに迷惑かけずに済むしな。あんたが人の迷惑考えてるとは思わなかった。赤池、少し八神さんと二人で話してもいいか？どうぞ、八神さん。テッソーたちには悪いことをしたよ。俺を探して RK が襲撃してきたんだ。奴らハンピン・リューマンをヘとも思っちゃいねえらしい。結局のところ相手は公安だ。日本中どこ行ったって逃げ切れるもんじゃない。それと RK の相馬は多分公安の潜入捜査官だ。搭乗会に入る前からずっとな。潜入捜査官？ああ。でも逆にその相馬を捕まえれば奥にいる黒幕も引きずり出せるかもしれない。そうやって全部明るみに出さない限りあんたはずっと追われ続ける。そりゃ困ったな。沢先生の件、江原の三越芝殺しの件、隠し事はもう終わりだ。全部ぶちまけて公安のつけ入る隙をなくす。それには例の痴漢裁判がおあつらえ向きの舞台になると思う。お前の言う全部ぶちまけるってのは楠本さんの件も含めてだろ？俺は彼女を売るような真似はしない。ダメだ、話になんねえ。その結果が沢先生を殺したんだとしてもか、話にならないんじゃない。あんたはそこから目をそらしてるだけだ。そういうお前は13年前のミツルを知らないだろう。そんな奴にとやかく言われたくないな。俺はみんなが目を背けてる。いじめの現実ってやつに正面から向き合ってるんだ。社会にマスコミ、みんな子供が自殺するたび騒ぐが、結局未だに何も変わっちゃいない。そして毎度のようにどの加害者も口を揃えてこう言う。まさか死ぬなんて思わなかった。ああ。
あいつらはどれだけ残酷なことを人にしてるか分かってない。それは自分に痛みがないから、自分が安全なとこにいると思ってるからだ。だから俺はそうじゃないってことを奴らに思い知らせたい。お前らのやっていることにはいつか必ず報いがあるってな。クワナ、この瞬間もどこかで奴らに苦しめられてる子たちがいる。ミツルやその子らのために何ができるか必死に考えた結果が今の俺だ。あんたの気持ちはよくわかるよ。分かっちまう。自分でも怖いくらいにな。でもそいつは野放しにするとすぐに制御できなくなる。暴走した正義が行き着く先はいつも同じだ。自分の正義のための犠牲を都合よく正当化する。例えば沢先生のような人の犠牲も。くどい。本当の正義なら真実を恐れない。真実から逃げたりもしない。あんたや楠本玲子が全てをさらけ出さない限り公安はどこまで持ってくる。分かってんのか。今のまま捕まったらあんた闇に葬られんだぞ。ああ、そういうことになるんだろうな。何？でも俺は逃げ切ってみせる。相手が公安だろうがな、いつでもそうできるように準備は重ねてきた。そのために裏社会を生きてきた。そんなうまくいくわけねえだろ。あんたはもう何人も殺してんだ。全員受けるべき罰を受けてなかった奴らだ。あいつらを殺すのに社会は手を汚さない。だから俺が手汚しているだけだ。これから先もな。13年前にミツルが飛び降りた日、俺は自分に呪いをかけたんだよ。どうせ一生かけたってミツルには償いきれねえんだ。俺は自分がどうなろうが構わない。その代わり最後までやらせてもらう。じゃあなんで俺をここに呼んだ。そんな話して俺が褒めてくれるとでも思ったか。まさかお前がそんな物分かりのいいやつだとは思ってないよ。でもだからお前にはいろいろ話しすぎちまったのかもな。なんだよ。江原さんにこれを渡しそびれてた。悪いんだがお前から渡してくれないか。頼めるのはお前だけなんだ。江原敏郎。これには江原さんへのメッセージが込められてる。あの人の復讐を最後まで一緒に仕上げるつもりだったんだが、もうそうも言ってられないだし、俺は今日限りこの顔も名前も変えて消える。俺があんたをこのまま生かせると思うか。別れに未練は禁物だぜ。ダメだ、引き下がれないんだよこっちも。昔真実を追い切らなかったことで俺は寺沢恵美という女の子を死なせてる。罪を逃れた人殺しはその秘密を守るためにまた人を殺す。あんたや楠本玲子もいつかそうなるかもしれない。やっぱりな。お前と会ったらこんな風になるんじゃないかと思ってた。逃げるなら起きはないよ。あんたが何人殺してるとしても俺はその証拠を持ってないんだ。捕まえたところで監禁でもしとかない限りあんたはまた逃げるだろう。じゃあどうすんだ。あんたが自分の意思でここに残るまで俺は説得し続ける。あんたも楠本玲子もまだ救うことができると信じているから。ったく。相馬。
RK か。なんで奴らこの場所が分かったんだ。いいかみんな、北方先生は殺すなよ。その代わり矢上の方は逃がさなきゃどっちでもいい。お前は監視を振り切ってここへ来た。俺もそう。奴らに面が割れてるからな。嫌でも慎重に動かなきゃならなかった。なら後をつけられたのは俺でもお前でもなく赤池だった可能性が高い。公安は赤池と俺とのつながりに気づいたんだよ。これが何を意味するか分かるか。あんたよく今そんなことに気が回るな。楠本さんだよ。彼女以外赤池と俺のつながりを知らねえはずだ。え？つまり楠本さんが俺を公安に売った。どうやら彼女が心変わりする何かがあったんだ。そういえばあんた、ここには逃げ道がいくらでもあるって言ってなかったか。そりゃ俺一人で逃げる時の話だ。じゃあなんで行かねえ。お前俺を説得してくれるんだろ。そん時はどんな理屈こねてくんのか興味あんでね。了解。よく考えとく。いいよみんな、ほらもう行けって。おう、こいつら二人ともなんか技持ってるぞ。逃がさねえように足から行け。今までの雑魚とはちょっと違う感じだな。ああ、でもこっちのやることはいつもと一緒だ。からでも来な。二人相手にこんなに手こずってちゃ RK もまだまだって言われちゃうな。みんな天下の登場会だったんだろ。看板に恥ずかしくない仕事しなきゃ。ここらが潮時だな。お？まだなんか奥の手がある感じ。ああ、でも悪いがそんないいもんじゃねえぞ。おい食わな。足から行けって言ったろ。悲しい。待てこら、止まれ。食わな。急いでくれよみんな、すぐ人が来るぞ。ああ、やってくれるよったく。